こんにちは、トーマです。フレンド募集します。実はですね、チャンネルを、新しく作って今1週間なんですけど、ちょっとね、予定してた時期よりはだいぶ早まっちゃったんですけど、フレンド募集するのが1週間でね、まだ前のチャンネルの半分とまではいかないですけど、皆様のおかげでですね、自分が思ってたよりもね、チャンネルが割と1週間にしては伸びているので、もうフレンド募集やっちゃおうと思います。あともう一つね、実は理由があって、フレンド募集するときって土日をね、なるべく絡めたいんですよ。一人でもね、多くの人に見てもらうために。今月に募集したいなとは思ってたんですけど、来週だとプニプニも新しいイベントが来て忙しい時期だと思うんですよ。攻略動画とかを出さなきゃいけない時期なので、ちょっとあれかなっていう感じで、さらに次の週になるともうクリスマスなんですよ、24、25で。僕は別にいいんですけど、多分ね、皆さんクリスマスはお忙しいと思うので、なしと。でさらに次の週になっちゃうと、もう大晦日元旦なんで、早いね、そう考えるともう1年が終わろうとしてますが、そう考えるとですね、もう今月募集するなら今しかないということで、募集します。逆に言えばね、前のチャンネルでも2回ぐらい募集はしたんですけど、抽選からね、漏れてしまったっていう方がたくさんいると思うので、そういう方にとってはですね、今回は割と僕とフレンドになりたいのであれば割とチャンスだとは思います。応募数がですね、おそらく前回250ぐらいだったんですけど、チャンネル作ってまだ間もないということで、おそらく半分もいかないんじゃないかな。ぜひね、このフレンド募集に募集してみてください。で、応募期間がですね、本日12月10日土曜日から12月12日月曜日の23時59分ですね、3日間にします。で、応募方法なんですけど、前回と同じですね。まずチャンネル登録をお願いします。新しいチャンネルになったんでね、まだ実はチャンネル登録してなかったんだよっていう人もたくさんいると思いますしね、もちろん僕の動画を初めて見る方もですね、もう 2,3 秒で、チャンネル登録終わるのでね、まずチャンネル登録をよろしくお願いします。で、登録してもらったらですね、あとはこの動画のコメント欄の方に、プニプニの ID、 今回は ID だけでいいです。名前は別にいいです。もちろんね、いつもみたいになんか一言いただけると、僕が嬉しいっていうやつですね。で、フレンドの選び方はですね、完全抽選でやります。大事なこと忘れてたわ。フレンドの人数ですね、今回は3名です。はい。で、ちょっと前回と違うところがですね、抽選結果の動画をですね、13日の火曜日に出します。で、前回まではね、抽選で選ばれた方にコメント欄を返すだけだったんですけど、それじゃちょっと分かりにくいというお声をですね、少しもらったので、当選された方のね、名前とかをもう全部動画で出します。もちろんなんか一言書いてくれてればね、それもね、全部載っけるので、それを見て、自分は当選したんだと思ってください。で、もちろんね、フレンドの条件とかはいつも通りないです。プニプニを毎日楽しく遊んでいただいてる方なら誰でも OK です。最後に注意する点が一つだけ。実はですね、前回フレンド募集した時に、当選された方いたんですけど、フレンド枠がいっぱいという方でね、1名だけね、ちょっと遅れなかったんですよ、フレンド申請が。なので、せっかくね、抽選通ってね、そうなってしまうと残念なので、少なくてもね、火曜日のお昼頃ぐらいまでには、フレンド枠をですね、1人開けてもらうようよろしくお願いします。ということで、今年ね、最後のフレンド募集になると思うので、たくさんの応募お待ちしております。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。じゃあ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひよろしくお願いします。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。